ペースランナウェイ。デルタに参戦した時までミリアとの夫婦仲をのろけまくる男に対するネットの反応をお送りするよ。マックスの専用 IF-29 ってマジでかっこいいよな。文句のつけようがないほどのイケメン。派生機だからちょっと違うところがあるくらいかな。って思ったらスーパーパックまでついてる。映画劇中でパック外した姿やってないからね。アルト君はボコボコパージして武器にしてたからな。一番映える翼の前の時はすでにノーマル状態だったのでスーパーパックはおまけって違いもある。マックスはわざわざスーパーパックを外してぶつけなくてもそのまま撃てばよくないって言ってたよ。でもあのパックをパージしてから発射したミサイルをゴーストに当てたアルトもすごいと思うんですよ。天才は本当にさ、普通に常識の外にいるから。マックス、うちのところにいる奴らなら音楽家でもできるけど、むちゃくちゃ言ってくれるなぁ。放浪しててお前のところにいねえじゃねえかそいつ。プロトカルチャー滅ぼした化け物と歌で和解した銀河一のバカを例に出すのやめてもらえますか。スピーカー当てた相手をキルスコアで計算するととんでもないレベルでバカスカ当ててるからなあいつ。コクピットぶち抜いたりしてるしな。戦闘だったら一瞬で何機落としてるかわからんぞあいつ。なんなら敵機関もぶち抜いたこともあるぞ。最強女の艦隊だっけ。あれ、多分修理せずに取ってんだろうな。ゼントラに修理という概念はない。そしてバサラの歌はフォールド断層を無視するので受信機がある限り定期的に新曲の流れるスピーカーになってる。何その話、初耳なんだが。デルタの劇場版ではフォールド断層をこじ開けるために星の歌い手細胞からシャロン型 AI を使ったりとな。あの手この手を使っていたって前提で聞いてほしいんだが、フォールド断層を何層も挟んだ向こうにいるらしいバサラが断層をぶち抜いて一切の遅延もなく歌声を飛ばしてきてレコーディングを成立させているんだよ。ドラマ CD だったかで判明した頭おかしい事実だ。断層あるから音声にラグがあるんだって説明しつつ、いざライブ始まったら歌声だけで断層を貫通してラグ一切なしで届いた。結果、当然のようにマクロスサーティではホールドに包まれて歌が届かないはずのバジュラに普通に歌届けて友達になってた。やはりフロンティアにバサラは出しちゃいけない説は正しかった。てかあの機体って作るのだっていろいろ素材的な制限あったよな。どこから調達したの？天才だから何でもありなの？天才とエースは新機種が出たらとりあえず買うとかしてるから。天才は金に物言わせて新型機が開発されたら嫁さんの分と一緒に毎回一機を工場から送ってもらってるみたいな設定があった気がする。クォーツの調達がちょっと難しいけど別に量産できない機体じゃないからな。ある時レベルのクォーツは不可能だけど、こいつの格納庫って下手な軍隊より機体揃えてそうだな。そんで久しぶりの前線復帰で歌バフ乗ったデルタ小隊を単独ボコボコにしてるのは本当にさ、手心っていうかさ、絶対ライブ劇中にて唯一のエンジョイで。孫が囲んでなんとか攻撃していたのに対し天才は短期で難なく処理してたからな。長い年月を経て、ようやくデュランダルで自分の技量に見合う機体の開発が可能になったという天才。置いた分を差し引きした上で最高性能のデュランダルを持ってやっと追いつくレベルの化け物。セブンの作中で VF-22 の性能に不満があったような描写とかは全くなかった気がするんだが。低性能だったり、自分に合わなくても最大限のポテンシャルを引き出せるのが天才だからな。マックスはデュランダルでオーバードライブ状態にできるのか？かなり難しいと思う。V 型感染症レセプター保有者みたいな特殊能力持ち歌姫。歌姫との最高の相性、フォールドクォーツのアクセサリー、ここら辺がオーバードライブ状態にはかなり重要。ただしオーバードライブなしで、オーバードライブしたアルト君を貫通します。それがマックス。本人も機体も最高にかっこいいよ。機体に書かれたマーク以外。何？そんなにマークがダメなの？いやまあダメというかさ、マックスの M がミリアの M にちょっと肩を組む感じで重なって、色と羽で、我々夫婦は二人揃うことで肥沃連理の翼、というアピールするのろけマークなだけよ。うっわ、改めて説明されるとキモいな。
パイロットとしては史上稀に見る天才として名前を挙げているが、その実態はコンテストに出てる民名をトランジスタグラマーといい、対戦しながらミリアの3サイズを目視で測り、自分の前段のオペレーターを可愛い子で固めて、娘と並んでるだけで愛人をはべらせていると思われる男がマックスだ。昔から恩はないイケメン天才だけど言動をよく聞いたらきっしょってなるのが天才。早見さんのボイスにだいぶ助けられてるところはあるよな。マックスの M はミリアの M に片足かけてるのに、ミリアの M はマックスの M に何もしてないっていうデザイン。二人の関係性がよくわかっていいよね。マックスが一人でマーク考えるときに、ミリアはこういう時に腕を組んできたりはしないけど、そっと横に立っていてくれるんだよな、とか考えていたと思うと、なんかその、ってなる。お前マジでいい加減にしろよ、もう孫がおんねんで。孫までいる熟年夫婦のそういうのを見るのは、正直きっち。これってただののろけだけでなく、勝手にジーナスケのマークだって言って孫の期待にも書くのがマジでな。多分お子さんとか孫の期待にもそれぞれに書いてラブラブアピールしてるところはちょっと擁護できないレベル。マジか、そんな話は知らないままでいたかった。この情報のおかげで俺の中でのマックスがやんちゃな天才からキモい天才にジョブチェンジしちゃったんだけど。実際問題、もうめちゃくちゃいい歳のじいさんだからな。50年連続で離婚しそうな夫婦第一位のくせにな。何度も別居はしてるけど一度も離婚まで行ったことはないんだったか。とんでもない天才で、いろいろ常識や事象を超越するようなやつだぞ。そんなやつが若い頃から一生を通じて初めて同等同格って感じたのが嫁さんのミリアだけ。そりゃもうべったりべっとりで別れることなんてありえないだろ。マックスとミリアの出会いはあの世界での有史上唯一の天上天下唯我独尊レベルのイベントなんだって。そのじいさん、ワルキューレのサインを欲しがるただの女好きだからな。マックスって結局最後まで被弾というかバリアを使った覚えがないんだが、こいつに被弾させたのシリーズ通してミリアだけのはずだよ。ちょっと待て、あの天才ってデルタの映画で何歳設定だよ。もう本当に結構ジジイだったし。確か73歳。おかしいだろ。どこから突っ込んでいいかわかんねえけど。なんで現役やれてんだよこいつは。ってことはミリアはばあさんになってるのかな。ゼントラーディの老化は地球人と違うのだろうか。戦闘民族だからな。サイヤ人と同じで戦える期間が長くできてるんだ。マックスは人間だし劇中で一瞬くって言って心臓を抑える描写もある。さすがによると死なみ的なところはあるんじゃね。いやあれは孫に心配されたいのか艦長に戻りたくないのかどっちかなんだろうね。飛ばなかったから体調崩してる説があって面白すぎる。それ多分長年の艦長職のせいですよね。艦長を押し付けてただのパイロットに戻ったら一瞬で闇キューレバフ付きゴースト殲滅してましたよね。艦長やってたらストレスとかで体が悪くなるのはわかる。しかし飛んだら戻るってのはおかしいだろ。でもさ、だってマックスだぞ。艦長やってるとマクロスキャノンを発射する見せ場以外はモニターから目を離すなって言ったり、艦長ブリッジインって AI に喋らす仕事しかしてないからストレスもたまる。スパロボだと艦長やっててくれる方が役立つんだけどね。何せマクロスで普通に避けて当てる。つまりパイロットのマックスとかシュノバサラは同じ役職の他キャラと比べてはいけない、ということがよくわかる。こう考えるとイサムはまだ常識的なパイロットだったんだな。短期でマクロスの対空防御を突破して突っ込むようなやつだぞ。十分おかしいわ。あいつもガルドと遊んでなかったらゴーストをボコボコにしてたやつだぞ。眉毛子とかは森監督的には調子のいい時は天才と同レベルになる。とんでもない村っけ野郎って扱い。イサムはフロンティアでもカリカリにチューンした VF-19 アドバンストでララクシー戦団のゴーストをゴミにするくらいしか活躍が書かれてないからな。ちょっと専用の YF-29 作ったろうぜ。30でイサム専用の29持ってきた展開には笑ってしまったわ。あの世界の上積み勢は本当に大概が過ぎる。アルトですらだいぶヤバいってのに、それでも上の下というか、ノベライズみたいに YF-24 で駆けつけるイサムも考えたけど、イサムにはやっぱり19が一番似合うからって、当たり前のようにあのカラーリングの19で飛んでくることにしたのが眉毛だ。イサムもそうだが、上位陣はパイロットやってると怪我も治るし寿命も伸びるんだ。化け物みたいなパイロットが多すぎて、
相当優秀なはずのガムリンがトップ5にすら入れないの悲しい。セブン登場キャラ限定ランクですらマックス、ミリア、バサラ、クロレでもう4枠までは鉄壁だからな。最強格が決まってるせいでイサムとバサラ以外の主人公って大したことないと思われがちだよな。ヒカルの実力って歴代で言うと中の上ぐらいだろうか。ヒカルくんは過小評価されるからね。一応模擬戦でマックスと引き分ける腕前、本人はギリギリの自分と余裕を残したマックスでは実質自分の負けだと悔しがってる。が、あのマックスが模擬戦とはいえ倒しきれないのがヒカル。結局、環境という枷から解き放たれた天才は誰にも止められねえんだ。夫婦喧嘩すると中域紛争レベルの騒動になりそうだから頼む。マジでマックスとミリア夫婦は円満でいてくれ。